はい、こんにちは。谷地です。今日はね、立花町中浦公園で野球しに来ましたんで、ちょっとご覧あれ。お願いします。はい、はい、楽しい。もう早くも楽しいぞ。ピッチャーケンちゃん、レフト沖野さん、ショートは誰かな、あれ。あっと食らわされよった。あー、おー、これ軽いな、このバット。あー、絶好球。いやー、ちょっと待ってよ。待ちきれん。これやな、軟球は。やっぱり振り、なんちゅうん、オケになるとあかんな。慣れてきたな。ヒットエンドラン。はい、交代。はい、アデュー。はい、よう。危ないわ。Thank you。 さあ、また来い。いやー、絶好球だけどな。はい、あそこに座っているのは大阪桐蔭の西谷監督です。監督、先ほどバッティング素晴らしかったですね。まあ、まあまあですね。疲れますね。なあ、疲れるね。やっぱり野球ってあれやな、結構体力いるな。いますね。うん。内野手用よ。さあ、次誰打ちますか。若いし、うちだ、若いし。あ、さあ、そうや。あ、ほんまですか。よいしょ。ほな、今度私が、ね、YouTube に乗るけどな。いや、行きますね。はい、ショート、置いとこ。おお、はい、レフト。えい、へいへいへい。おお、飛びつけ。ナイスバッティング。おお、ショート、オッケー。動きが。やっぱりバッター向きだよ。
おお、これはレフトオーバー。おお、やっぱり低めが好きなんやな。なあ、この辺やな。あの辺はもう絶好球やな。ちょっと高めいったらあかんだ。ここはあかんだろ。お、やるわ。どこでも打たれるな。スライダーかんまん。スライダースライダー。ちょっと逃げて一球けんな外へ。もう一球スライダーいくよ。わあ、やっぱ真ん中入ったらやられるな。よし、まっすぐ。わあ、はいしょ、おい。お、流し打ちじゃ。あと3つな、ラスト3つね。よいしょ、ラスト。おお、ナイスバッティング。えらいだ、普段の散歩の倍えらいだ。お兄ちゃん野球しょったん？いや、やってないですよ。あのおっちゃんと一緒にやってからです。センスあるな。やってなかった、あくまで。お前すごいわ。野球やられてたんですか？ほう、おっちゃん甲子園でな、3回出とんで。見えんだろ、もうほんな面影がないんで。もう今年50歳で。あ、そうなの。あの新庄剛志知っとる、はい、あれ同級生よ。あれは化け物だけどね。元木大輔とかね。同級生よ。汗がすごい出るわ。今日暑い。暑い。はい、はい、セゴー。よいしょ。はい、ナイスセコ。はい、セコ行くよ。オーケー、はい、ファースト。おー、ナイスわ。ナイスゲッツ。はい、しょ、はい、セゴ。はい、ショートゴー。はい、ファースト。はい、行くよ、ショート。
おお、ゲッツーじゃん。はい、しょ。はい、バックホーム。あーしょー。はい、グラウン。バックホームね。やばい、バックホーム。やばいなー。はい。はい、バックホーム。ほい。あーだー。よっしゃ、よっしゃ、最後、はい、これ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 、最後、はい、頭開いに行こう、みんなうまいわ、やっぱり一番のドッシュルが一番動きええわ。金ちゃんのあの高等技術、バグラブトスからお前スピンバックから、え、相当野球強者の菊池いらんねないから菊池いらんねないからほら、はい、ありがとうございました、いいやん、まあ、ありがとうございました、これいい運動じゃん、これいい、これはもうほんま将来あの少年で一緒にやろうか、はい、行きましょう、この時にワイヤーキャプテン、はい、キャプテン10番キャプテンを胴上げするよ、はい、その頃にはコロナ終わっとうやろ、立花の隊長、営業できん、なんか仕事中に倒れられたら困る、うん、グランドやな、ここ、うん、もう軟式するにはもってこいです、ほうほう、ライトはあれ70メーターぐらい、69、少年野球であれ掘り込む人おるんですか、ないです、うん、ネットがあるけどな、はいはい、あっこれ放り込めんわ、ノックでもなかなか届かんわ、ね、うん、もうあのパワーがないですね、やっぱりピッチングウェッジぐらい持たせてくれたらいいけど、軽いドローで持っていってドライバーだと後まで行くやからな、これサンドウェッジで大体80ヤードやけんね、あ、サンドウェッジフルショットで届くか届かんか、上げとったらあかんね、やっぱり強いチームはキャッチボールの音がちゃうな、パチンパチンって言うな、でもあのグラウンド入ってからオーラがちゃうもんな、強いチームはもうランニングの時点でちゃうけんな、あっちあっちあっちって言い出したら、あいかん、これ負けると思う、元気だな、朝3時間もほら、沖野さん、太らんわの、うん、まい、で、コントロールええだ、ね、打つ、打ちやすい、打ちやすい、うん、打ちやすい球放ってくれ、これよ、これ好きやね、くるっと、ものに、あの、バッティングピッチャーみたいな、うん、よいしょ、よいしょ、アクエリがめっちゃうまいんやけど、あ、風が気持ちいいわ、ハワイ行かんでも行けるな、これここハワイのグランドみたいな、アラモアナショッピングセンター、アラモアナショッピングセンター、セブンがあって、セブンがあるわ、ハワイ餃子、もう下手したらワイキキのことはワイニキキっちゅう、よっこいしょういちとかの、こんなもしょうもないことばっかり言うもう親父ギャグ炸裂よ、大阪やひどんなっとんで、
なあ、800人もう増えようもんな。オリンピックどうだってそうでしょ。オリンピックな、ちょっとあのなんちゅうあのトーチ持って走るやつね、うん、あれもなんや、密になって福島県が16か16、ね、16日和さんの方通ってくるんだろあれ、はい、いいんだけどな、ちょっと厳しいなほら。立花通らんのでしょ。立花通るって言ったから走ったらって走った今通ってほしいな、うん、なあ駅でも通らんやったでな、私は駅でもね向こうのばっかりやったこのグラウンドは正式には時間なんぼですか。そうです。1時間なんぼですか。1時間550円。ライターが1400円。1時間、まあ、みんなで割ったら安いもんだな。これはどないです。両チーム2チームおったら半折半で、折半で練習、タイガー練習試合するときはね、どないでもな、はあ、だいたい2時間やんな。あ、3時間やん、ねね、1500円、約2000円か、はい、そうです。安いな、うん、2000円でほんで20人ぐらいで割るんだけ、うん、1人100円に1人100円じゃない、安いわ。立場、まあの子おったらな、もうすみません1回分行けんな、はい、1時間分な、まだまだしてないな、まだまだしてないな、まだまホッケーはちょっと高いんですか。いや、おすです。一緒ですか。安すぎへんの。水爆放題楽しいね。これで3回も行くの、うん、楽しい、楽しい。何年ここで行ったら頼みますよ、ね、嘘出してもらうな、ここで行ったら。ほらどうもありがとうございました。いいえ、またお世話でした。じゃあまた、また夜は決めた夜は、お願いします。またね、はい、オートム、オートム。